全力少年少女。狭山ブルーファイヤーズ茨城野球スポーツ少年団合同チーム新旧入魂。茨城小学校6年小山凛太です。いつから野球を始めましたか？1年からです。狭山ブルーファイヤーズと茨城野球スポーツ少年団合同で2年生から6年生合わせて10人の少ない人数だけれども、みんなで仲良く助け合いながら頑張っているチームです。野球の楽しいところは何ですか？みんなで力を合わせて試合に勝つことです。試合で心がけていることはありますか？バッターによって守備位置を変えることです。野球で難しいところはありますか？バッティングの時にフライを上げないことです。今後の目標を教えてください。誰よりも多くヒットを打つことです。自己紹介お願いします。狭山小学校6年大森イメージです。いつから野球を始めましたか？1年生の時です。チームに入ったきっかけを教えてください。年長の時の6年生が楽しそうにやっていたからです。野球の楽しいところはどんなところですか？みんなが一緒に一丸となって戦うことです。好きな練習メニューはありますか？バッティングです。試合で心がけていることはありますか？小さい子に守備位置を教えることです。今後の目標を教えてください。これから1試合でも多く試合に勝つことです。ありがとうございました。自己紹介をお願いします。信楽小学校6年宮脇琥珀です。いつから野球を始めましたか？3年生の時です。チームに入ったきっかけを教えてください。野球をしている子を見て楽しそうだったからです。野球の楽しいところはどんなところですか？バッティングをできることです。野球をやっていて難しいところは何ですか？速いボールを取ることです。今までで思い出に残っていることはありますか？ホームランを打ったことです。それでは最後に今後の目標をお願いします。これからもたくさんヒットを打ちたいです。ありがとうございました。自己紹介をお願いします。小原小学校6年田中雄志です。いつから野球を始めましたか？2年生の頃です。チームに入ったきっかけを教えてください。体力づくりのために入りました。練習や本番で大変なことは何ですか？ドライブ回転のボールを取ることです。好きな練習メニューを教えてください。バッティングです。試合で心がけていることは何ですか？緊張しないことです。では最後に今後の目標を教えてください。ホームランを打つことです。ありがとうございました。